皆さんこんにちは、モテ塾へようこそ。私はモテ塾塾長のミカミックスです。それでは今回はときメモ4第3項ですね、やっていきたいと思います。じゃあまずはカレンダーを確認していきまして、で今回の第3項の目的では、まあ夏に入りますので、まあ、7月8月に入ると、海へ誘うことができますので、星川さんを、海に誘って、まあ、水着姿をぜひ、拝めようじゃないかという、まあ、そういう回になります。で、7月はもう誘えるので、もう早速電話しましょう。これね、断られる可能性もあるので、まあ、断られても次にチャレンジできるように早め早めにね、予定はもう入れちゃいましょう。もしもし、三上ですけど。あれ？どうしたの？私これから用事で出かけるんだけど、何か用かな？このタイミング多いな。でも実際に出かける前だからよかったよね。じゃあ連休のとこにしますかね。あ、海の日。せっかくなんで海の日に誘いましょう。で、海は市外だから、こっちっすね。20円かかんのか。やっぱ結構高いな。よかったら、来月の20日に海水浴に行かない？ちょっと。ね、やっぱりちょっと挙動不審だったかな。誘い方かなりね、緊張して上がっちゃったからね。もっとクールに行くべきだったな。くそー、残念だな。で、今日はもう誘えないので別の日に誘いましょう。で、ちなみにね、これまたね、同じね、20日にね、誘ったとしてもね、大丈夫な時は大丈夫なんですよ。別に本当に予定があるわけじゃないんで。多分今のはその誘い方がキモかったんですね。やっぱりね、ちょっと緊張しちゃいましたよね。で、次はちょっとクールに誘うことを心がけていきましょう。で、今週はどうしようかな。理系が結構少ないけどな、容姿もな、上げておきたいよな。やっぱ勉強より容姿だな。かっこよくなることを目的に。お、学ぶ君が来たな。ここで少しでもパラメーター稼ぎをしておきましょう。まあちょっとここら辺は飛ばしちゃいます。学ぶ君なんで何が上がるかな。勉強について、文系に強くなったと。メールが来てますね。じゃあちょっとまずはメールを見て、メールを見たら星川さんにまた連絡しましょう。宮古からですね。こんにちは。もう6月か。なんかあっという間だね。で、調子の方はどう？知り合った女の子にちゃんと優しくしてる？女の子はデリケートで傷つきやすいんだから、ちゃんと相手してあげないとダメよ。デート中にひどいこと言ったり、無神経なことしないようにね。女の子を傷つけると後が怖いんだから、悪い噂とか、ね。女の子同士のネットワークを甘く見ない方がいいわよ。いい？忠告はしたからね。じゃあね、せいぜい頑張りなさい。笑い。宮古と。うん。もう、この私が言いたいことをすべて言ってくれてますね。宮古さんは。まあ、このことに気をつけて、女性とは接していきましょう。ま、また電話します。で、しかももう一回ね、同じ日に誘います。もしもし、三上ですけど。あれ？どうしたの？私、これから用事で出かけるんだけど、何か用かな？なんだろうね、星川さん、このさ、このセリフテンプレで用意してんのかね。あ、またこいつからかかってきたよ。こいつからかかってきたら、とりあえず用事があるってことにして、ちゃっちゃと用件を済ませようと。そういうテンプレを用意してんだな、多分。また海の日で。で、なおかつ、海で。で、今回は、ちょっとすかした感じで。よかったら、来月の20日に、海水浴に行かない？その日は、大丈夫、空いてるよ。ほらね、これ誘い方一つで、別にこの前は予定があったわけじゃないんですよ。無理だねって言われたけど、やっぱね、キモい誘い方だとちょっと断られるっていうのが、まあ、今回の、ポイントですね。まあ、なかなかね、誘うのは緊張しちゃうんですけれども、まあ、すかした感じで行った方がいいということが、まあ、わかりましたね。それじゃあ、来月の20日に駅前で待ち合わせってことで。うん、忘れずにメモメモ。それじゃ、当日待ち合わせ場所でね。てか待ち合わせ場所ってどこ？遅れずに行くよ。それじゃ、やった、楽しみだぜ。あ、これは心の声だから別にあれか、すかさなくていいのか。7月20日だな。忘れないようにしよう。よし、これで7月海を取り付けたので、もう安心ですね。
いや、やっぱりね、デートのね、約束をね、取り付けるまで、ちょっとね、次いつにしようかなとか、ちょっとそわそわしちゃいますからね。今はね、バイオリズムが最高になってるんで、こういう時は、理系が減ってるんで、理系を勉強して、で、かつ、どうしようかな。期末テストも近いから、まあ、文系を上げていきますか。あれ、なんかイベントが起きたな。失礼します。なあ、見ろよ、あの子。ん？同じ学年の、名前は、何だったかな。忘れちまった。とにかく、ちょっと悪い噂がある子だぜ。職員室帰りってことは、やっぱ悪い噂は本当なのか？ああ、結構可愛いのにな。よく知ってるな、そういうこと。でもまあ、職員室から出てきたからって、悪いことしたとは限らないだろ。あ、目が合っちゃった。行っちゃった。おい、何知らん顔してるんだよって。え、何が？悪口なんて言ってないよ俺。こいつはほんと調子いいやつだな。それにしてもさっきの子、一体どんな子なんだろう。興味津々だね。まあそりゃね、可愛い子には興味津々だよ。ちょっとくらい悪い噂があってもいいよ。まあ所詮噂だからね。その噂を確かめよう。遅くなってしまった、早く帰ろうと。あ、学ぶだ。まあここら辺はとりあえず誘って、所詮お前はパラメーター上げた。何が上がったんだか分かんなかったし。まだバイオリズムは最高なので、いけますねと。6月21日。電話はね、なるべく使っておきたいんで、まあ、28日に使いますか。どうしようかな。運動かな、そうすると。休日に運動とか絶対しないんだけど。じゃあ、そうだね。容姿。やっぱ容姿だね。重要だよ、容姿は。お、だいぶ成功率が高いな。で、バイオリズムが普通になってきたから、まあ、加工してる時にね、できれば寝たいんですよね。で、携帯電話で、学ぶと、ただしに1回ずつかけますか。まあ、ここら辺ももう、何回も聞いてるんで、ちょっとサクサクサクっといっちゃいます。うん。なんかのセンスが上がった。ただしと。まあ、別に、学ぶとただしはずっとこれだけなんで。運動神経が良くなったと。電話で運動神経が良くなるってどういうことだよ。そりゃさ、なんかその、勉強の話して、ああ、なんかためになったっていうのはわかるけどさ、運動が良くなるって、どういう会話をしたんだ、全く。じゃあどうしようかね。一応長所は、まあ、長所は文系にしつつ、で、基礎体力、やっぱいいね。まあ、ちょっと目に見えてどういう感じになってるのかわからないけど、多分減りにくくなってんだろうね、体力が。そうだね。まあ、やっぱり一番ね、モテるのはね、かっこいいスポーツマンですよね。かっこいいスポーツマンが一番モテるんだけど、まあ、俺はちょっと、勉強の方やるかな。あ、これはちょっとただしかな。まあ、今はねちょっとパラメータを上げたいんで、女の子より男を取るのか俺は。普通に考えたらねえな。根性がついたけど、話して根性がつくのか。今月の小遣いは先月と同じと。20リッチ。20円。全額つぎ込むからね。今月、海に。まだ普通だから、期末テスト前か。期末テスト前はさすがに勉強するか。理系を勉強しておくか、じゃあ。うん、いいね、いいね。で、期末試験ですね。1日目の試験は語学だ。うん、オッケーオッケー、バッチリだ。2日目の試験は数学だ。1日1科目しかやんないのか、楽だな。よし、オッケー。お、なかなかいいね。3日目の試験は理科だと。おお、いいんじゃん、いいんじゃん。まあまあかな。やっぱね、ブブーとかなるんですよ、メーターが低いと。
バッチリだ。さすがにね、文系は強いっすね。美術。よしよしよし、これ結構いいんじゃない？じゃあちょうどね、試験も終わったことですし、寝ますか。こういう時はゆっくりしましょう。さらに休日か。あれ、ここってなんで、あ、試験休みだからか。で、ここで試験発表で、今日も寝ときましょう。で、最悪なんで、こういう時は寝ると。で、寝ると確かね、バイオリズムの流れが早くなるのかな。試験結果発表。3位、学ぶ、すげえな。総合得点495。100、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 
1位と2位どういうことだよ。オール100点とかか。男子 B、 あ、そうそうそう、これね、あの男子 A から C で、女子も A から C までいて、名前をね決められるんですよ。なんか名前設定した方が面白いっすよね。なんかまあ全然いいんすけど、コメントで僕の名前使ってくださいみたいなのがあったらちょっと入れてもらえれば。あの名前使いますんで、まあ、男子 B とかよりは、まあ、ただその代わりあの名前で呼ばれちゃうんで、まあ、別にニックネームだとは思うんですけど、 YouTube の名前なんで。あとたまにもしかしたらディスったりするかもしれないんで、まあ、そういうの別に言われてもいいよっていう人だけでお願いしますと。で、男子 B は多分ね頭がいい系ですね、女子 B も。で俺が69位と、85点、66点、70点、83点、76点、まあ悪くないな。もう少しな語学と社会の点数を上げたかったけど。で、次女子 A、多分 C がそうするとあれか、スポーツタイプの人なのかな。で、星川さんが来て、まあ、星川さんより順位は上ですね。で、宮子ってそんなに頭良くないんだ。100位くらいか。ただしよりちょっといいくらいだね。で、女子 C が一番頭悪いな。でも、40点切ってないんで、赤点はないっすね。そこね、赤点もあるんすよ。ここの高校の赤点って何点？まあ、結構30点っていうのはね、多いと思うんすけど、俺ね、自分の高校赤点ね、40だったんすよ。40切ると赤点っていう。まだ俺には勝てんな。くそー。それでも俺よりは高いけどな。で、女の子より順位が上がると、確か好感度が上がった気がします。で、仲良くなってるとなんか褒めに来てくれるんですよね。で、また、バイオリズムが普通に戻ったので、今日は、じゃ運動でもしますか。お、そうだそうだそうだ、今日はデートだ。これ忘れるな。デートにこれ、カーソルが合ってなかったら普通に忘れるぞ。さあ、楽しみだな。ただね、これもう海は行けないんでね、この回は。それじゃあ、駅前で星川さんを待とう。駅前集合か。まあ、海は遠いからね。よし、時間通りに着いたぞ。三上くん。あ、星川さん、おはよう。それじゃあ、早速行こうか。俺ちなみに前から言ってくる、全然泳げないですからね。やってきました、夏の海、今日は泳ぐぞ。泳ぎたくない。はは、元気いっぱいだね。そりゃそうだよ、夏の海に来てしょんぼりしててもつまんないじゃない。いや、俺はどっちかっていうとしょんぼりしてたいけどね。確かに。じゃあ着替えてきなよ、先に場所を取っておくから。まあ、ここら辺もポイントっすね、場所を自分で取ると。てんてんてん、いい天気だ。海水日和って感じだ。人少ないけどね。もっとごちゃごちゃしてるもんだと思うけど、今日は人が少なくてラッキーだな。それにしても、星川さんの水着姿、ちょっと楽しみかも。ちょっとじゃねえだろう。超楽しみだろう。お待たせ。うわ。どうした？更衣室が混んでて時間かかっちゃった。待たせちゃって、ごめんね。いきなり近いよ。心の準備が。あれ？どうしたの？顔赤いよ。実際さ、顔とかって赤くなるの？あんまりそんなことないと思うんだけどな。さては、私の水着姿に見とれちゃったなんてね。完全に見透かされている。あははははは、乾いた笑いしか出ないな。ほら、早く行こう、一緒に泳ごうよ。いや、だから俺泳げないんすよ、マジで。うん、よし、レッツゴー。星川さんは水着になっても無防備というか、なんというか、まあ嬉しいからいいんだけどね。そうっていうイベントでした。これちなみにあのイベントです。
で、海はもう行けないんですけど、あとでね、プールができるんですよ。で、プールができるんで、水着姿はね、まだ見れます。で、あとね、好感度が高くなると、水着もね、変わってくるんですよ。なんか別に普通の感じの水着だったじゃないですか。でもね、好感度高くなると、女の子も気を使ってくれて、可愛い水着になります。で、星川さんからメールが来たと。今日は楽しかった。また誘ってほしいな。なんてね。えへへ。それじゃあまたね。バイバイ。いいね。メールもらえるなんて。てか、もう毎回言うけど、自分からメールをしろと。今日は楽しかったよと。水着姿可愛かったねあたりを入れて。ま、こういうね、僕年人だけど、なぜかモテるっていうね。ほんと羨ましいやつだよ、こいつは。じゃあ、ちょっと容姿を鍛えますか。いいね。今日から夏休みだ。こいつはね、夏休みでもね、勉強したりね、運動したりね、もう自分磨きに余念がないっすね。やっぱりね、そういう努力をしないとね、モテるためには。そう、モテないモテないってね、言ってる人はね、じゃあどれだけモテるための努力をしてるのっていうのがね、一応自分の中ではあるんですけど、俺はちなみにめっちゃ努力してますよ。よく言われるのが、その力をなんであの仕事に生かさないんですかっていうのをね、すげえ言われますね。ほんとマジ、そのモテるための努力はめっちゃ尊敬できるんですけどみたいな、それをなんで仕事に生かさないんすかみたいな、っていうくらい努力してます。まあそれはいいとして、まあ努力をしましょうということっすね。8月、縁日がねあるんですけど、まあ、縁日もちょっと1回しか行けないんで、これは3年生あたりにね、やっぱり取っておきたいっすね。で、また長所を伸ばしていきますか。じゃあ文系やってめっちゃ上がるな。で、さらに文系を伸ばそう。とりあえず星川さんよりは学年順位を常に上がる状態でいれば好感度も上がりやすくなるんで。あ、みやこおはよう。はい、今月のお小遣い。てか俺の部屋に入ってきてんな。あ、サンキュー。21日。あ、そうそうそう、そうなんですよ。学もちょっと上げておいたってよかったじゃない。1年ずつ上がっていくんですよ。だからね、学業を上げていくのも結構いいんですよね。おお、やったな俺。いけない、もうこんな時間。それじゃあ私行くね。行くって学校。うん、部活の準備をいろいろとね。じゃあね。マネージャーやってるんですよ、みやこちゃんは。何の部活か分かんないけど、なんかのマネージャーやってるんですよ。またメールが来てますね。メルマガか。あ、そう、メルマガね、すぐね、忘れちゃうんですよね。ここ全然開いてねえし。デートスポット、もうとにかくここか。9月から11月野球。コンサートはジャズ。ジャズは星川さん好きそうじゃないかね。悪魔城ドラキュラ。城が違うし。現代アート展、美術。注目スポットが、もみじ狩り。あ、そっか、そろそろ紅葉の季節だか。山もね、だから夏に行く山と、秋に行く山とかは違うんで、まあ、そこはね、一回ずつ行けるっていうことに、ことにしますっていうのも、あれっすけど。じゃあちょっと容姿も上げていきますか。お、水泳大会。どうだろうね。まあ、俺泳げないけど、今日はうちの学年の水泳大会だ。自由参加って言われたけど、どうしようかな。まあ、参加しましょう。よし、それじゃあ学校に行こう。マスク水着が、ちょっと噛んじゃったけど、スクール水着か。うん、暇だからね。暇だからってそんな、今日は大会だよ。そんな気持ちじゃ勝てないよ。怒られちった。うん、星川さんは今日も気合満々だね。当たり前だよ、いつでもどこでも全力投球。いや、手を抜くところは抜かないと疲れちゃうよ。とは言っても水泳はそんなに得意じゃないけどね。でも水泳大会に出るってことは水着姿が見れるってことか。これもう毎年出ましょう。じゃあ、そっか、星川さんは水泳あまり得意じゃないんだ。それなのにわざわざ来たんだ、真面目だな。まあ俺も泳げないけど来てるけどね。水着を拝むために来たから。実際運動パラメーターはどうなの。ああ、あまり活躍できなかったか。個人的にはあまり活躍しなかったけど、クラスの成績は普通みたいだ。お疲れ様、頑張ったね。うん、星川さんにその言葉をかけてもらいたくて今日は来たようなもんだからね。まあまあかな。ああ、そうかそうか、これでも評価上がったような気がするね。お前らはもうどうでもいい。うちのクラスはまあまあの成績か。まあまあの成績ってなんだよ。
曖昧すぎるだろ。俺としてはもう少し上を狙いたかったけどな。まみんなで頑張ったんだ。でもなんだかんだでさ、マナブ君も別に普通の体つきですよね。俺なんてもうちょっとね、中年親父になってきたんで結構腹が出てきてるんですよね。会う人会う人ね、結構あ太りましたねってね言われてるんで、もうちょっとなんとか改善しないといけないんですけど、やっぱりね体作りは大事ですね。あのデブっていうのはあのやっぱりねすげえ嫌われる要素の一つなん でしかも痩せるかその太るかって一応自分でコントロールできるじゃないですか。だったらねもう痩せた方がいいんですよ。まあ痩せるっていうかデブにならない。まあぽっちゃりが好きな人も中にはいますけどね。まあそれはちょっと特殊として、バイオリズムが今最高潮にあるんで、どうしようかな。文系どんどん伸ばしていきましょうか。おーいいね、上がりがいいね。やっぱり節約上手とかさ持ってるけどさ何も買ってないよね。あんまり意味なかったかな。あとはじゃあ容姿だな。容姿、あしまった、携帯電話そろそろやっぱり誘わないといけないから、9月に誘うか。ここすげえ連休だな。まあ、連休のところ1日入れておきますか。星川さんってかまた星川さんにしか会ってないな。これねパラメーターを上げると出会えるんで。もしもし三上ですけど。あれどうしたの。私これから用事で出かけるんだけど何か用かな。またこのテンプレか。じゃあ9月と真ん中あたりに誘いますか。敬老の日。どこに行こうか。まあ、山はねもうちょっと取っておきたいけど、星川さんコンサート会場ジャズは好きそうじゃないから、どうしようかね。ちょっとね悩むね。アミューズメントスポット行った。映画なんだっけ、悪魔城ドラキュラか。カラオケ、カラオケもな。スタジアムは野球だっけ、10円すんのか。星川さん野球ってどこだったっけな。まあ、ちなみにスタジアムとかその映画とかはもう毎回変わるんで、てかもうこれだけしかデートスポットがないんで、本当に一箇所だけだと積んじゃうんで、まあ、違う映画とかはまあ見に行けるっていうことで。本当都合のいいように言ってるけど。まあそれくらいいいじゃないですかっていう。遊園地か、遊園地もな、14円するのか、高いな。スタジアムに行きますか。じゃあ10円かかるけど、よかったら来月の21日にスタジアムに行かない？あ、ごめんね。その日はダメなんだ。今度の日曜日なら空いてるんだけど、どうかな？お、いいね。別日を指定してくれるのはいいっすね。よし、行こう。全然予定あるんで。予定あるっていうか予定空いてるんで。それじゃあ今月の16日にスタジアムで待ち合わせってことで。うん。忘れずにメモメモっと。それじゃ当日待ち合わせ場所でね。遅れずに行くよ。それじゃやった、楽しみだぜ。あれいつだっけ。あ、8月16日か。もういきなり忘れてたよ。いや自分が指定した日じゃないからね。てか来週早えな。それではま、容姿を鍛えるか。いいよね、容姿をね鍛えられるっていうのはすごいっすよね。まあ、そのファッション雑誌とか読んで、ね、センスを磨くっていうのはあるかもしれないですけど、なんだろうね、かっこよくなるのかね、やっぱり、おしゃれに気を配ろうと。でも大体ね、こう、もともとファッションセンスのないやつが高校デビューして、容姿にね、気を使ったとしても、ろくなことにならないんですよ。もともとがないから。じゃあ、かっこいい勉強のできる人を目指しますか。で、デートと。それじゃあスタジアムで星川さんを待とう。スタジアムって近いのかな。あ、星川さんがいるぞ。待たせてしまったかな。うおー、俺のあるまじき行為をやってしまった。基本的にはもう絶対早く来るのに、ごめんね、待たせちゃった。うん、私も今来たところだから全然待ってないよ。本当？気使ってくれてんじゃないの。そうなんだ、よかった。誰かを待たせるより待ってる方が好きだしね。だから
気にしないで。いやー、星川さん本当いい子だな。それじゃ行こう。あ、もう入場できるみたいだね。チケットとか買っといたの？うん、そうみたいだね。早速入ろうよ。買ってあるか。うん、入ろう。サッカーって、あれ、サッカーだ。ガンガン9月からだっけ、野球って。あ、そうだそうだそうだ。予定が変わっちゃったからサッカーになってるんだ。ガンガンぶつかってすごく激しいスポーツだよね。え、なにこれ。あ、真剣勝負だからがいいかな、星川さんは。抜いたら負けちゃうもんね。なんか普通っぽいな。まあこんなもんだろう。普通だな。誘ってくれて嬉しかったよ。ありがとう。また誘ってね。もちろんまた誘うよ。それじゃまたね。てかさ、高校生に入ってさ、もう何回星川さんとデートした？これって見返せるっけ？だって4月5月7月もう4回目だよ。完全リア充だな。いやー、いい高校生活送ってるよな。まだ全然1学期の夏休みだけど、体調がちょっと減ってきたな。まあ普通になったら寝ますか。そうすると、なんて文系ですね。これ夏休み明けたら出会いがありそうだな、これだけパラメーターが上がってると。で、今日は寝て、いや、ちょっと待って、電話が3回できるから、まず、まなぶくんにかけて、まあ、1回かけるとね、もう2回目は同じ日にはかけらんないんで、なんだ、理系か？で、ただしにもかけて、こういうところでね、ちょこちょこ、パラメータをやっぱり稼いでいくのが、こういうね、まめなね、ことをするのが、やっぱり女の子にモテる秘訣ですね。やっぱり、まめっていうのはね、結構重要ですから。さて、寝ましょう。で、あんまりになってきたんで、8月が終わったらちょっと、次回に行きましょうかね。で、まだあんまりか。で、8月30なんで、電話をして、どっちにしようかな。ただしか、学ぶか。まあ、学ぶくんにするか。まなぶくんは基本的に学力系を上げてくれますよね。ここら辺すっげえシカトしてるけど。芸術戦士か。一瞬で読み取らないとな。もうこいつらのイベントはスルーだから。あれ、なんかメールが来てる。メールが来て暗いな。バッテリーがないからか。アルバイト CD ショップ。うん、なるほどね。まあ、一応ちょっと覗くだけ覗きますか。そう、これはね、火木土をね、バイトにね、割かれるんですよ。まあ、パラメーターも上がるっちゃ上がるんですけど、なんで、パラメーターのね、上がりが、自分の決めたやつよりは上がりにくくなるんで、まあ、お金がね、その分もらえるんですけど、まあ、そこまでお金は重要じゃないんで、このゲームは。基本的にデートできる金があれば全然大丈夫なんで。で、あと、学年順位が上がってくると、お小遣いもね、上がってくるんで。8月31日。そうっすね。まあ、8月の最終日なんで、今回はこんな感じにしますか。というところで、第3項ですね。まあ、無事、星川さんの水着姿を拝むことができましたので、まあ、ぜひこれを役に立てて、まあ、皆さんも海に誘っていただければと思います。あと、水着を拝めるチャンスは、まあ、ぜひものにしましょう。水泳大会とかもあったのでね。まあ、そういうのはちょっとめんどくさがってサボるんじゃなくて、まあ、女の子の水着を見れると思って、まあ、ぜひそういうのも参加していただければと思います。というところで、じゃあ第3項はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。